こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日はカントの哲学で雑談をしたいと思います。今日は2018年の9月25日です。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集してますので、よろしければ説明欄のところからご登録ください。あと Amazon 楽天のリンクも貼ってあります。一回踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入りますので、ご協力ください。今日は私今判断力批判を読んでまして、そちらでなるほどと思った箇所があったんで、いつか全部説明したいんですけど、それがいつになるかわからないんで、読んだところで私の理解したところでご説明したいと思います。193ページですね。ここに熱情と無情緒について書いてありまして、これ非常にいいこと書いてあったんで、ちょっと読み上げて紹介したいと思います。193ページ岩波文庫の判断力批判の情ですね。ここで私は我々のうちにある自然についていささか述べておきたい。善の理念が情緒を伴うと熱情と呼ばれる。そしてかかる心的状態は崇高であるように思われる。そこで一般には熱情を書くと大事は成就されないと言われるほどである。ところでおよそ情緒は盲目的なものである。すなわち目的の選択において盲目的であるか、さもなくては目的が理性によってすでに与えられている場合には、目的の実現において盲目的であるか、二つのうちいずれかである。情緒は新意識の一種の動揺、還元すれば情緒が自分自身を規定するために従わなければならぬところの原則に関する自由な熟慮を不可能にするような心的動揺だからである。それだから情緒は到底理性の適宜に値しうるものではないということです。これは私は革命ってことはありますね。革命でもデモでも何でもいいんですけども、今我々は主権国家の中に生きてますけども、国民としてですよ、何か政治的に正しい道を、実現したいという時に熱情に動かされてですね、政治活動に飛び込んでいくことがあると思うと、世の中をよく、基本的には世の中を良くしたいって思いが、あると思うんですよね。あるっていうか、ある人がやると。で、その中で情熱、熱情を持ってる人は、街頭に出てデモをするとか、なんか政治活動するとか、なんかネットで自分の意見を開示するとか、やると思います。熱情を持って、何かに取り組むということがあると思うんですね。で、この熱情っていうのは、崇高であるように思われることがあると。戦わない、今日戦えないやつは明日も戦えないとかね、今日戦わないやつは卑怯だとか、そういう言い方をすればですよ、間違ってることが目の前で、不正が目の前で行われてるのに声を上げたいのは卑怯だとか、そういうことを言って自分の熱情を人に押し付けるってのは私はいかがなもんかと思いますけども、押し付ける気がなくても、なんていうか、押し付けてる結果として押し付けてる感が出てる時はあると思うんですよ。俺がやってる感ってやつですね。俺はこんなに頑張ってるみたいな、会社でもいると思うんですよね。会社でもいると、皆さんの職場でも学校でも、俺は頑張ってる感が出てる人。熱情があるんで、学校の先生から見りゃ、こいつは頑張ってんだなと。あいつ頑張ってるから、あいつに見習えよって言われるような感じですね。
宮沢なんか頑張って休み時間も勉強してるぞと、みんな見習えよみたいな感じですね。で、そういうのを、まあ、熱情と。で、その熱情は、まあ、崇高であるように思われるんですけども、まあ、その熱情っていうのが、まあ、勉強してるんだったら、まあ、日本を背負おうと思って頑張ってるとかですよ。なんか、世直しのために頑張ってるとか。目的は何だかよくわかんないけど、何か良くしようと思ってやってるってことですね。こういうのが崇高だと思われるケースがあるってことですよ。で、でもまあ、もう、そういうのは目的の選択、情緒は盲目的だって言うんですね、カントは。で、なぜかっていうと、目的の実現において盲目的であると。何が実現したいんだかよくわかんないけど、情熱のある人っているわけですね。もうとにかくデモに行くと。何か叫ぶと。だけど何を実現したいかわからずデモに行ってるというケースもあるわけですよ。みんなで一生懸命シュプレヒコールを上げて、盲目的になんか頑張ってると、まあ、やった感が出ちゃうっていうか、なんかそれが崇高だと思ってしまう人がいると。その熱情は、目的が、まあ、みんなで力を合わせて声を上げるってことにあると。で、声を上げたその後の結果とか、それがどういう政治勢力に利用されてるとか考えず、まあ、そんなことを考えず、純粋に、なんか、盲目的に、まあ、純粋にっていうのはイコール盲目的にってことですね。そう、自分の行った行為がどういう因果関係、まあ結果を生み出すかっていうことに、まあ無責任なまま 無責任というか盲目的であるままやっている場合があると。これが一つ目です。熱情において行われるものは目的の実現において盲目的だと。あるいは、まあ、あと目的の選択において盲目的であるか、目的の実現において盲目的と。何を目的にしてるか分かんないと。なんかデモやってると、一緒に、何のためのデモだか分かんないけど、一緒に、練り歩いてしまうみたいな。これは目的の選択がないけど、盲目的に、こう、頑張っちゃうやつですね。一方で、目的の実現、自分のやったことがどんな結果、もう一歩踏み込めばですよ。どんな結果を、につながるかってことを考えずに盲目的である場合があるということですね。これを具体的にこうだって話す例えが今ないんですけども、なんだろうな、なんかいい例えが。ちょっと難しいですね。具体的に言うと差し障りのある例えしか浮かんでこないから、あんまりこんなところで喋ってもしょうがないんで、まあ先に行きますね。で、情緒っていうのは、まあ一種の気分の高揚ですから、なんです、感情の発露みたいなのも求めて叫び、声高々に叫び上げるってことですね。で、これはこれで何もやらない人よりは偉いと思われるわけですよ、声を上げてるってね。まあそれはそうだと思いますよ。だから私はそうやって声を上げてる人を結構冷ややかに見ると、これなぜかって問題ですね。これがこの後に出てくるんですよ。カントも冷ややかに見てんですよ、熱情の人。で、続きです。 それだから情緒は到底理性の適宜に値し得るものではない。しかしそれにもかかわらず、熱情の方は美学的にはやはり崇高なのである。熱情は理念によって生じる諸力の緊張であり、またこの理念は感覚的表象による衝動よりも一層力強く、かつまた一層持続的に作用するような効用を心に与えるからであるということですね。
だからまあ、熱情を込めて頑張ってるのは崇高、美学的には崇高だと。なぜかっていうと、まあなんかしらの理念があるわけですよ。まあ自由のためにとか、正義のためにとか、平和のためにとか。まあ、そっか。一番いいのは平和のためのデモっていうのがあるとしたら、平和っていう目的の選択において盲目的だと、何をもって平和状態かっていうことに対して盲目的ですよね。平和のためにデモしますと。具体的な目的がない平和のためのデモっていうのは、私おかしいっていうか、具体的にですよ。まあ、例えば北朝鮮の核開発に反対するデモとかね。あるんだったら、具体的じゃないですか、結構ね。で、目的の選択において、まあ、あるいはその、まあ、もう一つ自衛隊を海外に派遣しないデモとかね。そういうのだったら、まあ、まあ、目的の選択において、まあ一応は具体的ですよね。具体的じゃないんですけどね。自衛隊を海外に派兵するっていうことに関する目的っていうのは。で、目的の実現においても、まあ目的の選択においては盲目的ではないと思うんですけど、目的の実現においては盲目的ですよね。自衛隊を海外に派遣するなと。海外での平和活動は自衛隊にさせるなっていう場合は、これ反論が出てくるわけですよ。世界平和のために貢献しなきゃいけないから出てくんだっていうことですよね。日本だけが、その日本を守るだけの自衛隊であっていいのかと。世界、一国平和主義じゃないんだと。平和主義っていうのは世界に対する平和の義務があるから、自衛隊を海外派遣するのは、それは平和のためだって言われちゃうと。で、目的の実現のために、平和のためのデモだって言ってるけども、まあ、平和のためのデモだって言っても、結局は、なんていうか、自分の国が平和であればいいというエゴイズムじゃないかって批判が来るとしたら、それは目的の実現において盲目的だから、そういうデモをやっちゃうってことですよね。非難されるような目的の設定でデモしてしまうと。で、デモしてしまった上に、何を実現するかも曖昧であると。自衛隊廃止するっていうならいいんだと思うんですよ。全く軍備を持たないと。一切。で、それは目的の実現によって、それが一番理性的だって言ってやるんだったら、まあそれはいいんですけども、海外に派兵しないっていう目的の設定は、これは批判が出ますよね。その世界平和に貢献しないと。自衛隊一切廃止して、全く軍備を持たないためのデモ、自衛隊解散、9条、なんだろう、9条の、憲法9条改正すると。なおかつ自衛隊を廃止すると。違憲だとすると。自衛権も認めないっていう形で、憲法改正す。自衛権の放棄を謳えと。自然権としての自衛権の放棄を謳えっていう、デモであれば、これはまあ、まあ、別の議論が出てきますよね。自然権を放棄できんのかとかいう問題がね。人間は自然権を、ナチュラルライツ、ナチュラルなものを放棄できんのかと。宇宙にでも行ってやれって話になっちゃいますね。時間と空間を超えたところでやって、そういう権利主張して、死んでからやれって、死んでなんか別の時空に行ってからそういうことやれとか言われちゃう可能性ありますけども。まあ、でも、なぜそういう活動をするかっていうと、盲目的な熱情があるからですよ。で、その熱情に関しては、みんなが、ああ、この人立派だなと。なんか、よくしたいっていう気持ちがあるんだと。世の中を。だから、まあ、崇高だってことですね。なぜなら、まあその平和っていう理念によって生じる諸力の緊張だと。平和でありたいって気持ちが、緊張を持続して、高揚するからですよね。まあ私はに日本のリベラルっていう人は、今、とりわけ今の まあリベラルって2つあると思うんですよ。なんか高らかに綺麗事を言って、いや、綺麗事は綺麗事で建前としてやりましょうと。
で、みんなで高揚して、わーって集まってデモとかやる、まあ、あるいはその、ネットでわーわー騒ぐ人たちがいるんですよ。で、まあ、熱情があって、まあ、時として崇高に見えるなって思いはありますよ。だけど、それと違うものをこれから、カントは説明していくんですね。で、次です。ところが、このことはいかにも奇異に思われるかもしれないが、一定不変の原則に従って精進を続ける無情緒。アパセイヤ、アパテイヤってやつですね。アパテイヤ、良い意味における無感情は崇高であり、しかも劇場よりはるかに優れて崇高である。わかる？無情緒は同時に純粋理性の適宜に伴うからである。このような心的状態だけが高貴と呼ばれる。無情緒ですね。平和を訴えるのに無情緒であると。無感情で平和を淡々と訴え続けると。平和の実現のために、なんだろう、大声を上げたりですよ。ポレミックっていうか論争を仕掛けたりするんじゃなくて、まあ、言ってみりゃもう平和のために毎日祈ってると。1日5時間ぐらい祈ってるとか。そういう人がいたとしたら、それも感情を交えずにですよ。まあ、お坊さんが5時間、1日5、6時間平和のために、なんとか行、ごまを、ごまが炊いて、蒙古襲来の時に石清水八幡宮でやってたような感じですね。やってたらしいんですけど、全国のお坊さん集まって、とにかく、神仏に拝むっていう、ことをやるとしたら、淡々とですよ。ずっとやり続けると。これは、崇高だと。崇高であり、さらに高貴だと。いうわけですね。感情を交えずに、やる平和活動っていうのは、高貴だと。これだけは高貴だと。崇高よりも、崇高が度を超えると高貴になってくると。ノーブレス・オブ・リージュってありますよね。イギリスだかフランスだかですけども、フランスじゃないんだよ。今のはイギリスか。まあ、イギリスだと、貴族階級っていうか、まあ、ケンブリッジとか、オックスフォードに行ってるような人たちが一番最初に戦場に行くと。国民を守るってことですね。それは高貴な人たちの義務だってわけですよね。で、なぜ彼らは高貴なのかっていうと、いつもは鼻持ちならないわけですよ。オックスフォードとかケンブリッジにいる奴らなんか。自分たちの仲間内だけで、高貴なっていうか、鼻につくような生活してて。まあ、階層のブライズヘッドっていう小説、以前ね、イーブリモーの、読書会やりましたけど、まあ、あのな、なんかオックスフォードかなんかの話でしたよね。まあ、他にもね、なんでしたっけ、フォースターとかね、オックスフォードの話書いてる作家いますけども、まあ、ああいう人たちは、まあ、自分たちの同じような階級の人たちだけとつるんでて、まあ、贅沢な生活してるわけですよね。だけども、戦争になれば、真っ先に戦場に行くっていうか、前線で部隊を指揮して、まあ、司令官とか士官とかそういう立場で、まあ、戦うっていうノブレス・オブ・リージュっていう伝統があるそうなんですね。で、そういう時は、まあ、淡々としてるわけですよ。熱情によって戦場に行くわけじゃないですよ。いつも淡々としてると。無情緒であると。一定不変の原則に従って精進を続けるような生活をしてて、まあ、それは若い時は羽持ちにならないかもしれないけども、まあ、そういう生活ずっと続けてる人の方が、まあ、国家の危機においては、一番冷静に対処して、なおかつ粘り強いと。1日5、6時間祈るような、祈るのにも似たような、淡々と勝利の日まで我慢して戦うっていうことができるのが高貴ってことですね。ノーブルってことですね。で、熱情はノーブルにならないんですね。熱情っていうのは、わー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 騒いで、まあ、フランス革命なんか熱情でやってますけど、あんまり高貴な感じは、高貴じゃないです。ブルジョア革命ですからね。ブルジョアってのは別に高貴じゃないですから、わー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 、お互い非難し合って政治闘争して、
ね、反革命的な人間はみんな革命裁判にかけてギロチンにかけるってことをやりますけど、あれはまあ捏造ですよね。だけど好機であるっていうのは、まあそれとは違うと。精進をつ、無、無、無情緒に精進を続ける一定のディシプリンに従って、精進し続ける無情緒っていうのは、これは好機ってことですね。ということになります。ここまで話してきたことをまとめると、まあ、捏造は、崇高だけども、無情緒っていうのは、良い意味における無感情っていうのは、崇高であり、なおかつ高貴であると。いうことですね。で、続きを読んでいきます。まあ、高貴について。しかし、この後は後になっていろいろな事物、例えば建築物、衣装、書体、端正な身のこなし等にも転用されるようになった。それはこのような心的状態が、驚嘆、かっここれは我々が期待する以上に斬新であるという観念を伴う情緒である、よりもむしろ感嘆、これは斬新さが失われてもなお止まない驚嘆である、の念を呼び起こすからである。そしてこの感嘆は、理念がその表示において全く他意なく、また作為を加えることなしに、美学的敵意にと一致する場合に生じるということです。まあ、高貴ってことは、その後建築物が高貴だとか、衣装が高貴な衣装とかですよ。書体。高貴な書体。どういうのが高貴な書体？まあ、字が綺麗な場合。あとは、まあ、身のこなしですね。まあ、品があるっていうのは高貴に近いですよね。なんだろうな。まあ、テレビに出てる人でね、そんな品のある人ってあんまり見ないんですよね。まあ、皇室の人とかはね、品があるなと思いますけども、端正な身のこなしと。なぜ皇室にが高貴なのかっていう問題にもなってきますけども、それは、驚嘆、なんか新しい芸能人が出てきて斬新なことをやると、それには驚いてすごいなって思うかもしれないけども、感嘆っていうのは感激して嘆じるということですね。これは斬新さが失われてもなお止まない驚嘆だと。まあ、皇室とかって別に斬新なわけじゃないわけですよね。2000年も同じことやってると、一応2000年ぐらい伝統があるとして、2000年も、まあなんか同じ伝統の中で生きてるっていうことに対する驚嘆は簡単ですね。その簡単っていうのは結構、まあ日本の歴史なんか読んでると、なぜその、まあその皇室っていうか朝廷ですよね。朝廷がその政治権力持ってる時と、単なる精神的権威である時、まあいろいろ波はありますけども、まあ三島由紀夫さんのね、文化防衛論っていう論文がありますけども、あれはほとんどカントの判断力批判の話を私は書いてるような気が、これ読んでてしてきたんですけども、文化概念としての天皇っていうのはあると、それは高貴だってことですね。で、それは政治的な超国家主義としての、丸山正雄氏の言うような超国家主義としての皇室、朝廷皇室と、文化概念としての天皇っていうのは分けなきゃいけないと。そっちの方が高貴だと。で、まあ、インタビューでも言ってましたけど、その、首席の金時計を学習院だっけ？学習院を首席で卒業したときに、なんか時計をもらったって言うんですね、懐中時計だから。天皇陛下、昭和天皇から。5時間ぐらい式典があって、ずっと微動だにしないで座っててびっくりしたと。まあ、それは感嘆したってことですね。三島由紀夫さんが、その昭和天皇を見て思ったことですよ。学生時代に。まあ、戦前ですよね。それは感嘆ですよ。斬新さが失われても、まあ、なお止まない驚嘆があったってことですね。それは感嘆というと、それは好奇だと。だけど、まあ、捏造によって行動したものに対して、私たちが思うのは驚嘆ですよね。びっくりすると。こんな奇跡的なことをやってすごいと。いうのは、我々が期待する以上に斬新であるっていうことですね。この2つを比べると、まあいろいろなことが説明できるんですけども、まあ今日私も考えながら喋ってんで
いろいろな例えを挙げることはちょっと今日はできないんですけども、この前ね、スポーツニュースを見てたら、バーナード・リーチ選手って、日本のラグビーの、前、キャプテンだった人ですね、外国人の人、なんか日本代表に復帰したそうなんですよ。で、なんで日本代表から辞退してたんですね。疲れちゃったと。5年ぐらいチーム作り一生懸命やってて、休む暇がなくて、もうヘトヘトに疲れたんで、もうしばらく引退っていうか辞退してたけど、今また戻ることになったと。なんかチームの状況が良くないから戻ることになったって言ってたんですけども、ラグビーって、主にブリティッシュコモンウェルスっていうかね、イギリス中心のスポーツですよね、おそらくね。どこが発祥かよくわかんないですけども。だと思いますよ。で、やっぱ高貴だってことですね、あのスポーツはね。自分のディシプリンを守って、無情緒にアパテイアで、良い意味における無感情を、試合全体を通してやって、チームの統率をとって、ただ熱情でやってるわけじゃないわけですね。熱情でやってるラグビーは崇高かもしれないですけど、弱いってことですね。で、高貴なラグビーってのあると思うんですよ。一定不変の原則に従ってと、チームのディシプリンに従って、無表情でずっと戦い続けると。で、80分ぐらいでしたっけ。で、勝つってのあると。で、どうやら、なんて言うんだろう、今の日本代表、私が思ったのはですよ、日本代表には熱情はあるけど、高貴さがないっていうか、ああいうことを言ってたんだと思うんですね。日本人は日本人で、武士道みたいな崇高と高貴が混ざったような概念を守ってたとは思うんですよ。伝統の中にあると思うんですね。孔子とか朝廷は高貴だけでやってますけど、御簾の中に一定不変の原則に従って生きてる人たちが、源氏物語なんか見れば分かりますけども、源氏物語も一定不変の原則かどうか分かんないですけども、高貴さがあるってことですね。情熱だけで動いてるわけじゃないんですよね。情熱、光源氏は最初の頃は情熱で動いてたんですけど、だんだん政治的なものに関わるようになって、なんかちょっと変わっていくみたいなことは、源氏物語には書いてありますけども。武士っていうのはどっちかというと、でも熱情で動いてますよね。だけど武士道って言って、主人に何かあった時、蜂なんかね、北条時頼だかなんとかがね、ある武士のところ行ったら、なんか 大切にしてる盆栽を火にくべてもてなしてくれたとかいう話がありますよね。蜂の木の話がね。ああいうのは高貴だと思いますけども、どっちかというと、情熱のところもありますけども、でも全部が情熱かどうかわかんない。武士の簡素な生活っていうのは、高貴である場合ありますよね。武士の我慢強さっていうのは簡単に値すると、斬新さが失われてもなお止まない驚嘆っていうのはあるかもしれないですけども、それは蜂の木みたいに、蜂の木くべて、ボテ出した的なね、ありますけども、何が言いたいかっていうと、高貴と、熱情に伴う崇高さと、そこにプラスされる高貴っていうのは、熱情が無情緒になって、高貴になっていくっていうのは、これは何て言うんだろう、違うってことですね。最近私、なんか村上春樹さんのことめちゃめちゃにバトしてる、なんか東大の准教授の ネット記事読んだんですけども、なんでノーベル賞に変わるの取らねえんだって書いてるの。熱情で書いてるんだと思いますよ。崇高だとは思いませんけど、私、村上春樹さんって人は高貴だなと思いますよ。一切批判に反論しないというか、自分の作品ボロクソに言われても、無表情、無感情ですよね。一定不変の原則に従って創作してて、別に論争するわけでもないし、相手の土俵で戦わないってことですよね。その辺のよくわかんない評論家とか なんかルサンチマンで批判、自分の作品批判されても、
がっぷり四つで組まないって、反論しないっていうのは、逃げてるわけじゃなくて、好機なんだと思いますよ。ある意味。書いてる内容が好機かは、好機だとは、それは別の話としても、作家としての態度は好機だと思いますけども、だと思いますよ。もしかして作品より本人自身の方が一定普遍の原則に従ってアパテイヤで書いてると、無感情で書いてるから、偉大な人だなと、偉大というか高貴な人だなと思います。一方ね、もうすぐマウンティング取り合うみたいな罵倒し合って、ツイッター上で争ってるような、よくわかんないアカウントの人たちを見ると、熱情はあるんですよね。でも崇高だとは思いませんけども、それが崇高になる場合もあるかもしれないですけども、驚嘆はしますけど、びっくりはしますけど、感嘆はしないと、いうことですね。ある程度ね、日本文学史に残るような作家は好機だと思いますよ。淡々と書き続けると。あれですよ。何でしたっけ、あの人が言ってた。サマセット・モームっていうイギリスの作家が言ってたんですけど、やっぱり文学史上に名前を残すってなると、やっぱ全集で20巻、30巻ぐらいになるぐらい書かなきゃいけないっていうんですね。そのぐらい書くっていうのは、やっぱりね、無表情で、無情緒で、一定の原則、ディシプリンに従って創作活動してるってことなんで、誰がやったって好機になってくると思うんですが、ある程度はね。崇高である以上に好機になってくると。いうところがあるような気がします。ちょっとうまく説明できなかったんですけども、熱情っていうのは結構ね、我々の生きてる日本社会にも見受けられるとは思うんですね。盲目的な熱情はね。それはやっぱり、その若いうちは特にね、盲目的な熱情っていうのは、若さの特権だと思うんですけども、目的の選択において盲目的であっても、目的の実現においても盲目的であっても、デモやったり、起業してみようと思って失敗したり、失敗が許されるっていうのは、熱情の崇高さで許されるのがあると。でも、ただ、それがだんだん、無情緒な崇高さ、一定普遍の原則に従って精進を続ける無情緒っていうのに、質的に転化して高貴になっていかないと、高貴になっていくだとしたら、それは簡単に値するものになっていくんじゃないかなと思います。そっちの部分の高貴さっていうのはね、あんまり見かけないんですよね。この人高貴な人だなっていうのはね、器用方便あるけど突き抜けてんなっていうのは、あんまりないっていうか、ボランティアやってた小畑さんとかね、ああいう人高貴だなと、熱情だけでやってんじゃないと思うんですよ、70過ぎてね。ある種好機なのかもしれないと思いますけども、熱情だけでやってるとね、やっぱりやめちゃうってことですよね。熱情も重要なんですけど、熱情の崇高さのにプラス高貴さがあるといいよっていうことを、カント先生はですよ、おっしゃってんじゃないのかなと、私は読んでて思いました。で、一方ですよ、その欲情ですね。欲情っていうのは人から自由を奪うって書いてたんですね。これは中に書いてあるんですけども、情緒と欲情とは種別的に異なるものである。情緒は感情だけに関係するが、欲情の方は欲求能力に属する。そして意志が原則によって規定されることを困難にし、あるいは不可能にするような上位的傾向である。また、情緒は突発的であって計画的ではない。これに反して欲情は必要であり、またかつ十分な思慮を経ている。憤懣は激怒であれば情緒だが、憎悪、復讐欲であれば欲情である。これいいこと書いてありますね。カチンとくるっていうのは、激怒っていうのは情緒だけど、憎悪ですね。憎悪ってね、必要であり、十分な思慮に基づいて、
誰かに憎悪を抱くっていうのは欲情だと。で、欲情は決してまたどんな関係においても崇高とは呼ばれない。心の自由は情緒において阻まれるだけであるが、欲情においては全く滅却されるからである。憎悪を抱く人ってのは自分の自由を、まあ欲情は人から自由を奪うってことですね。何か復讐心に取られてる人ってのは、まあ心の自由が、滅却してると。一時カーッとなった人っていうのは別に情緒において自由が阻まれてるだけだけども、復讐心とか嫉妬に取られてる人っていうのは自分の心の自由を奪われてるから、まあもうこんな好奇とか崇高とか対象でも何でもないですよ。欲情は決してどんな関係においても崇高とは呼ばれないです。復讐心とか嫉妬心を抱いてる人は崇高とか好奇とかなるわけないってことですね。そういうこと言ってるんですね、これね。それはもう我々の身の回りのことを見てても、復讐心とか嫉妬心の強い人はやっぱ人間として、まあろくでもねえなと思いますよ。尊敬になんか値しないで。なんだろうな、だから承認欲求を求めてやってると、承認欲求を求めてやってる人って往々にして復讐心とか嫉妬心がその承認欲求の裏表にあるわけですよね。で、それが見えると、それが承認欲求の強さが熱情になってる人っていうのは、まあ手段を選ばないし、まあ驚嘆させるような派手なことしか興味ないし、人騙しみたいなこと。で、よく見ると憎悪と嫉妬心の塊であるということですね。で、そういう人はいくらなんか正しいこと言ってても、まあそれは欲情でやってるんだと、承認欲求でやってんだと、まあ、どう見たって崇高だとも思わないし好奇だとも思わないと。でも立場が崇高であるとか好奇であるってことを強いるって場合もありますよ。なんか社会的立場があって、自分がその社会的立場によって崇高だとか好奇だとは思ってる、勘違いしてる人はいますけども、まあそれはその組織の内部ではその肩書きで崇高とか好奇が担保されてるのかもしれないですけど、まあ部外者から見りゃ、まあ人でなしに肩書きがついててすげえなと そうやって思うしかない。なんだか、なんだか、いや、とんでもねえなって、もう、まあ、とりわけ、なんか大学の先生とかがですよ、憎 悪と嫉妬心だけにまみれて、それでも偉い肩書とか持ってると、いや、とんでもねえな、こいつだとは、思うっていうふうになりますけども、まあ、そんなこと思いました。まあ、もう一度まとめると、まあ、熱情ってのは崇高だと。だけど、無情緒で、まあ、一定普遍の原則、ディシプリン、自己規律に従って、淡々と、理念のためにできるのは好奇だと。で、なおかつ、この好奇さっていうのは、まあ、そのスポーツ界見ても、芸能界になんかあんまりないと思いますけども、まあ、なんだろうな。まあね、例えば最近お亡くなりになった樹木希林さんとかも、もう30代ぐらいから老け役だったわけですよね。で、老け役だけずっと40年ぐらい続けてきたってことを考えれば、まあ、感嘆しますよね。驚嘆ではないと感嘆ですね。斬新さが失われてもまだ、まあ、やまない驚嘆を、まだそうそう、好奇かっていうと好奇、崇高ではあるけど好奇ではないと思いますけどね。まあそんなこと思いました。まあね、内田裕也さんね、旦那さん、内田裕也さんの言ってるロックンロールっていうのはある種の高貴さだと思いますけどね。ロックンロールを続けていくってことですね。若いうちだけロックンロールをやってるのは別に、驚嘆はしますけど、感嘆はしないですよね。年取ってもずっとロックンロールであり続けるってことですね。
それはどっかの忘年会で変な金屏風の前で変な踊りしてもロックンロールであり続けるっていうのは私は好機なんじゃないのかなと。そこまでしてもやるんだったら斬新さが失われてもまだなおやまない驚嘆が私にありましたけども、ロックンロールっていう理念があって、それに対しては無情緒で一定の原則があるんじゃないのかなと。ただ熱情だけでロックンロールをやんだったら多分まあ30手前ぐらいでオーバードーズで死んでると思うんですけど、そうじゃないってことはロックンローラー一つの理念だ、高貴な理念なのかもしれないよね、にまでなる可能性のある概念なんじゃないですかね。そういう意味でのロックンロールはまあやってる人は少ないってことかもしれませんねと思いました。なんかすげえくだらないっていうか、例えがね、くだらないって言っちゃいけないですね。例えっていうか分かりづらいっていう、皆さん内田裕也さんに興味なんかないからどうでもいいって思うかもしれないですけども、まあ なんだろうな、まあ皆さんもね、身近にある高貴さっていうのをね探してみるとね、崇高なのか高貴なのかね、探してみられるといいんじゃないですかね、ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。